冷房強化。くだらねえとつぶやいて。最近電波人間にハマってるんですよね。でも電波人間はなんか電波人間取りすぎて 3DS の方はあのもう電波人間を捕まえられないんで、そろそろね。あ、全然鼻くそはないですよ。股間かゆいな。股間がかゆくなる、かゆくなったらデリケアムズ、ラン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 、書かずに直そうデリケアムズ、イエーイ、フーフーフー。これで笑ってくれる人は世界に何人いるのかな。なんとなくみんな俺のこと笑ってさ、俺のことを信仰してほしいわ。そして金が欲しい。もうね、50万人の人が俺のコアユーザーになれば、みんなが1円払うだけで俺は月に50万円で暮らせるんで、1円だよ。うん、でぶっちゃけ、だから、もし最低賃金がなんかまあ、今、東京950円じゃん。うん、それくらいじゃん。1円だからもうだいたい4秒くらい働けばいいのかな。いや、結構、10秒くらい働けば1円稼げるから。10秒。時給、980円とか、1000円のなんか、まあ、東京は、東京でね、働くだけならね、なんかまあ、1000円のがあったとして、3600割って、割る3600レディに、5秒働けば1円みんな稼げますから、ね、5秒余分に働けば1円出るんですよ。でもなんかもうみんなさ、時給ってひどくない？今の見たけどさ、時給1000円で1秒の価値 0.27 円だよ。やばくないですよ。もうみんなやっぱさ、1秒の最低価格1円にした方がいいよな。どんな仕事でも。最低賃金時給3600円だ。もう、それでもうみんなが満足して暮らせるはずだ。な、それくらい欲しいよな。なんで1秒が1円以下なんだろうな。うん、俺、最低賃金はもう1秒5円でいいかもしれない。すごい高くなってる。5倍だぞ。いやでも時間ってすごい大切なものに、そんなのがさ、すごいことされてるんですよみんなっていうね。よくよく考えたら1秒が 0.27 円ですよ。ねえ、やばくない？あなたが鼻くそほじれるかもしれない有意義な時間を、1秒 0.27 円の価値しかないって決めつけちゃってるんですよ。俺最低賃金やっぱ1秒1円だわ。うん、ね、ビル・ゲイツ1秒1万5000円稼いでるらしいですよね。どうしようかな。俺1秒にどれくらい稼ごう？ 50 万稼ごう。ふざけてんな。まあビル・ゲイツさんはあれのなんか特許持ってるんでしょ。パソコンのなんかマイクロソフトのなんかパソコンの中には絶対1個入ってる何かの特許を持ってる人だから、すごい。もう寝てる間も稼げるから、俺それなりでいいよな。 YouTuber 目指してる。だって俺面白いんだもん。だ俺が目指すところは何だろうな、コラボしてくる人。あ、でもね、どうやったら俺はビジネスあのタイプができるんだろうな。ビジネスなんだ形ができるんだろう。まあいや、好きなことしようっていう。早くベーシックインカムとかもうなんか月にね、生活費くれ。うん、親は年金とその受給されるそれと、あ、人間国宝だってさ。俺も国宝だろ。まあ、こんな優しくて面白い人間。国の宝だろ。国宝にしてくれ。国宝申請ってどうやんだろうな。人間国宝申請してみたって動画出せばもうちょっと人気になるだろ。うん。いやでも人気じゃねえんで、俺が欲しいのはね、金なんだけど、今金はいらないの。親が働いてもらってるから。親が働けなくなった瞬間にお金が入ってきてほしいわ。最低限でいいんだよ、そんな。そんなもらわない。50万もらわなくていいし。ぶっちゃけ物欲より食欲の方が今勝ってるから、すごいよな。一週間でなんか、いやすごい、金持ちかって突っ込まれて、金持ちですねって言ってくれる。俺全員殺したい、あ、殺しませんよ。なんかムカつくんですよ。うん。金持ちじゃないんだよ。で、それでなんか俺はなんか親がね、金持ちじゃないのにとか切れてたんで、なんかブドーって、ブドーンってしたくなっちゃった。気持ち悪いなって思って。親のなんかそのね、かまってちゃんとか、ヘラっての俺大嫌いなんですよ。人が。ね、なんかうぜえなーって思って思うんですよ、そういうの。俺もう人の血引いてないんで、親の血は引いてるけどね。親が人じゃないみたいな、いやムカつくんですよ、なんか親の
反抗期とかじゃなくて単純に、じゃあ馬なんかよかったろうねみたいなこと言い始めてさ、それで何が欲しいのって言っちゃうんですよ俺は。それであなた何どう言って欲しいのって言っちゃうんですよ。うぜえなーっつって、死んじゃダメだよってお金がなくなるからとか言う。いや親の愛がない子供なのかっていうと、そういうのはやめてほしいんですよ。俺すごいポジティブ人間だから、やっぱ死なないで頑張ってきたのになんで簡単に死ぬなんて言うんだよって思うんですよ俺は。すごい深い話なんか、やっぱすごい僕にも辛い時期がありまして、もう毎日やっぱどうやって死のうって、まあそっか、うちの屋根によじ登ってそこから頭ぶつけて死ねばいいかっていう感じに行って、まあ屋根っていうか外でねやればいいかとか思って、じゃあどうやって死んでやろうかなって、こうどうやって親に見せびらかして死んでやろうとか思って、それ辛い時期もあったのにな、親はそういうこと言うし、何言ってんだこいつって思っちゃうんですね。人の痛みがわからないとかじゃなくて、何俺を追い込んだくせにそんなこと言ってんだよって俺は思っちゃうんですよ。まあ俺がこの状況にいるのもおかしい。俺はまあ楽してるんだろうね。その一歩が怖い、怖いからここにいるんだよ。で、いや違うんだよね。俺は働きたくないから一人暮らししたくない。一人暮らしして親が支援してくれるわけじゃないから、働きたくないから家にいる。好きなことだけしてたい。クズですわ。いや、クズじゃないやん。人間の最終的それ。あの人は10年でなんか、みんな好きなことだけで暮らせるじゃない。とにかくいろんな仕事に人件費とかかからなくなって、機械を買えば、もう秒でどんどん安くなっていくわけじゃん。言えばね、使えば使うほど安くなっていく。メンテナンスもしっかりすれば、頑丈なものを買えば。そういう時代が来れば、どんどん物価が安くなるわけよ。とか、誰かが言ってた。でも俺は親がそういうネガティブなこと言うと、切れそうになるんですよ。でも心配してるってムカつきますけどね。でも嫌なんですよね。でも一人暮らしは一人暮らしって嫌だから、なんか仲間で来たらそいつらと一緒に住みたいな。なんかでも仲間できねえんだもん。条件は俺より面白いやつ。いやそれはなんかビビッと来たやつってよく言うじゃん。ビビッと来たっていうか、でもこいつと住みたいなって思うやつでいいかな。仕事したくない。でも親知識がないんだよ、ムカつくな。いや自分で探せって言うけど、うるせえってなるもん。すごい親の悪口感になってんな。自然体で話してるからね。国宝国宝級じゃねえんだ、本物の国宝になろう。面白いよ、芸人で国宝人間の人、国宝人間国宝申請人間国宝になるために知っておきたい7つのこと。面白いね。
人間国宝って年額200万しかもらえないんだ。伝統芸能だって。市川海老蔵さんなんかあれか、なんかあれか、歌舞伎の人だっけ、わかんねえの協会から補助が出てるから2億もらえるんだって、60歳まで。死ぬまでもらってほしいな、年金感覚でほしいわ。もう半間裕次郎になれればな、何でも思い通りに行くんだけど、うん、くれよって。50万くらいくれないのかな、俺に。俺面白いし優しいし、人並み以上にもうむちゃくちゃ俺優しい人間だと思う。思いやりがあってね、いい人間だよ俺は。ギャグにもなるし真実でもあるし、いい意味じゃん。いや、自分からいい人間っていうのは面白いじゃんやっぱり。うん、でも俺いい人間だよやっぱり、優しいもん、優しい人間だ。うん、スケベだけど優しい人間だ。うん、面白くて優しいんだよ俺は。容姿は別としてね、容姿ね、痩せればねよくない。でもなんか与沢翼さんが痩せてったらなんか嫌になってくっていうか、なんか面白い顔になっちゃってさ、うん、ひどいな。でもなんか与沢翼さんなんかね、うん、面白いじゃんあれ。娯楽を極めるか。でもモンスタージョン TV も最近なんか考察は少なくなってきてるけど、でも俺それって当然だと思うんだよね。考察なんて少ないし、だから一旦やっぱ知られてないものっていうか、わからないものは一旦整理しなきゃいけないと思うし、まあ尽きたわけじゃないけど面白い考察はできなくなったよね。ネームバリューのあるみんなが見たいと思う考察は少なくなったと思う。いや、ロックス海賊団はどうなんだろうね。モンジョンさんが言ってたあれに当てはまんのかな。俺それまるっきり信じてる、ピュアな人間だからさ。お、すごいな、俺ピュアで優しくて面白い。うん、いいなね。でも女性は顔で選ぶ。うん、ごめんな本当に、顔で選ぶね。でも顔だけじゃないのは当然なんですけどね。顔とか声とか仕草だったり所作とか、所作かっこつけて言ってるけどね、仕草だったりとかね、そういうのだと思う。だから顔だけで選んでるわけじゃないよ。うん、でも顔はむちゃくちゃ重要なんだよ。うん、顔 100% 声 100% みたいな感じ で顔で選んでることは確かなんだけど、顔だけじゃないけど顔はむちゃくちゃ重要。うん、でもそれがさ、人の顔、お前の顔はどうなんだよっていう人いるじゃん。うるさいなって思うけどね。反論できないようでできるけど、大体の人がブスじゃん世の中。ブサイクじゃん、綺麗な気じゃないじゃんね。パーツは悪くても綺麗には保てるかもしれないけど、それでもなんか肌の綺麗なブスにしかならないわけで、うん、まあ、大抵ブスだから、うん、多分ね、人口の何割ブスなんだろうな。まあ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 ね、6、7割とか9割とかブスなんだろうな、ブサイクっていうか。でもなんだろうな、どうなんだろうな、難しいよな。でも俺はなんか今若いからさ、若い同級生とかで可愛い子いるけど、それがおばさんになった時は綺麗なのかな、うん、って考えるんですよ。そしたらそうでもないなと思うけど、
おばさんになっても綺麗な人っていないから、無理じゃん。もうその、もう若い頃に楽しまなきゃダメなわけよ。その路線を俺は全然ね、蹴っ飛ばして、へへーみたいな感じでやってるような人間だから、あ、俺無理だなって思ってさ。はぁ、何歳まで女性は可愛く入れるんだろうな。それは問題だよな。まあ、俺が何歳まで生きれるかっていうのは別問題だけど大問題。別問題だけど大問題なんだけどさ、すごい女性について語ってる童貞でございますが。もう独身貫きたいな。暇だから。うん。俺嫌だもん、なんか。子供可愛いんだろうけど心配になるんだろうな。おっと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 、みたいな感じで。でもなんかもう、自分の子供できないやつがさ、人の子なんてできるわけないじゃん。成熟した人間じゃないから。って割り切ってもう子供作らないから。めんどくさいし。やりたいことがなくなったらやるから。ないと思うし。俺は。子供はいいや。うん。いや、俺で松代だよっていう感じでね。生きていくわ。それでいいでしょ。ねえ。子供作るのめんどくさそうだし。お金が必要だしね。それまでに俺がなんか、金で、あの頃好きだった子は買えるのかみたいなね。まあ昔同級生だった好きな子を金で買えるのかって企画やってみたよね。金のパワーを知りたいな。うん。金のパワー知りてえわ。ちょっと悲しいよな。うん、なんだろうな、明るい陰キャなんだよな。俺は陰なんだけど俺は明るいんだよ。明るくてポジティブなんだけど陰キャなんですよね。うん、だネガティブな陽キャもいるわけで、暗い。でも陰キャっていう言葉がなんだ、陰キャってなんだ、キャ陰キャラか陽キャラとか、そんなこと言ってるやつ面白くないよな、あんまりつまんないよね。それでなんかさ、陽キャだからって言って陰キャにマウント取ってさ、虚しくない？それマウント取ってる暇があったるんだったら自分のなんか夢とかやることに対して時間を割けばいいのにね。はっきり言ってそうじゃん。人を煽ってる人ってよっぽど暇なんだよ、うん、だから平民で終わるんだよなっていう、その俺がなんか人気になった時に言うな、だからお前は平民なんだよってで言おうかなっていうね、セリフがあるんですけど、ジェームズ・ブラウンいいよね。歌の歌詞をなんか和訳した。意訳なのか和訳なのかわかんねえけど。好きなんだろう、やり続けろよみたいな曲。いいなぁ。メロディーっていうか音楽なんだろうな。あれをなんて言うんだろう。まあ、曲音楽いいよな。音がいいもんな。音いいもん。うん。メロディーがいいし、でって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 、ギャラッ。ギャラリオンみたいな。ギャラッパ。ギャラリオン。レドンドシーンみたいな。なんかそんな。いいよね、あれ。聴いたらいい曲だなと思って、和訳したら。めちゃくちゃいい曲じゃんと思った。好きなんだろう、やり続けろよ、みたいな。いいなぁ。ジェームズ・ブラウンいいわ。かっこいいわ。さっき撮った動画のなんかね、サムネイルみたいな画像が表示されてんの。端っこに小さく。そんなとこに俺がひょこっと小さくいるんだ。それがちょっとね、びっくりしたの。おー、俺だって、ね。ひょこっとってひょっこり。俺、ひょっこり班撲滅委員会会長なんで。いや、嘘ですよ。もう一回やるか。